次に前原誠司君。委員長、おはようございます。国民民主党の前原でございます。財務大臣にまず、確認したいのですが、今、住吉委員に対するご答弁で、決算剰余金ですけれども、平成24年から令和3年までの平均が 1.4 兆円であったと、だからその半分で 0.7 兆円ということをおっしゃいましたけれども、これ、再々、今まで、同僚議員、藤岡議員とかからもお話がありましたけれども、令和2年度だけは突出してるんですよね、4兆5363億円ということで、これから、この年から、いわゆるコロナというもので予備費を積んだわけでありますが、5月9日のこの委員会の、岸田総理への私の質問に対する答弁で、元に戻すという話がありました。いや、コロナが終わったんだから、5類になったんだから、予備費を元に戻すということは明確におっしゃいました。そうなると、これだけ令和2年度の突出したものを含めて、平均が 0.7 兆円、1.4 兆円になっていると、その半分が 0.7 兆円って確保できないんじゃないですか。鈴木財務大臣。令和2年度、突出した上記の出た年でありますけれども、それを入れるか外すべきかという ご議論はこの委員会でもあったところでございますが、私どもとしては、同じ、なんて言っていたらいいんでしょうか、手法といいますか、手立てを経て出てきた額でありますので、今後とも出たり入ったりというのはあるのかもしれません。いずれにしても、これは一つの10年間の中に入れて、平均を出させていただいたというところでございます。この間、総理からもそのような答弁があったのではないかと思います。前原誠司君。総理からそういう答弁はありません。財務大臣の答弁はそれはそれで、された答弁についてはそうなんでしょうけれども、全く説得力がないということだけ申し上げておきたいと思います。先ほどの住吉委員のご質問で、剰余金を余らせる、剰余金を生むという前提で予算は組んでないということをおっしゃっていた。ということは、剰余金は少なければ少ない方がいいわけですよ。その方がプロフェッショナルとしてはいい予算を組んだということになるわけでありますから。しかもその加えて、このコロナで予備費を拡大をさせていた、財政民主主義の観点からもおかしいという指摘が何度もありながら拡大してきて、元に戻すという答弁をされていて、なおかつその前提でこの4兆5000億円を積むというのは、全くもっとおかしいし、それを前提にこの防衛予算というものが組まれているということは、詐称の漏洩だということは改めて申し上げておきたいと思います。そして令和10年度以降の防衛力強化資金 0.9 兆円程度、この財源は何ですか。これはこの間も質問しましたけれども、もう一度お答えください。財源が決まっていないものを安定財源と認めるわけにはいきませんので。鈴木財務大臣。この点につきましても、委員会でご指摘をいただきまして、お答えをさせてきているところでございますが、令和6年度以降におきまして、防衛力強化資金への繰り入れに充てることのできる税外収入について、現時点で見込まれるものはございません。けれども、令和5年度予算におきまして、今後5年間の防衛力強化のための経費に充てられる税外収入、4.6 兆円を確保したことを踏まえまして、令和10年度以降におきましても、防衛力強化資金から年平均 0.9 兆円程度の安定財源を確保できるように、今後も引き続き、幅広い観点からさらなる税外収入の確保に努めていきたいと考えているところであります。前原誠司君。この 4.6 兆円確保できたのは、2年分の外為特会の剰余金でしょ、繰り入れでしょ。だけども、この間の私の質問では、令和10年度以降、外為特会の剰余金の繰り入れについては、安定財源では考えていないということをおっしゃっていたわけでありまして、安定財源では考えていないと、外為特会なんていうのはどういう剰余金になるかわからないという答弁されたじゃないですか。だから、これを当てにしてるんだったら、それはおかしな話だし、0.9 兆円について、この5年間で確保できたんだから、それ以降も確保できるなんていう答弁は、本当にいい加減な
答弁だということは申し上げておきたいと思います。本当に財務大臣としてはあるべき答弁で全くないということは申し上げておきたいと思います。で、最後もう一つ、今日は日銀の総裁に植田総裁に来ていただいておりますので、少しこのアメリカの債務、連邦債務の上限問題について伺っておきたいと私は思います。うまく政治的に、妥協がされる可能性は高いと思いますけれども、しかし、これがなされなかった場合における影響、そして、それに対して、しっかりと今から準備をしておくこと、そういったものについては考えておかなくてはいけないと思うんですね。特に米国債が暴落をする、金利が上昇する、あるいはこの米国債をたくさん保有をする金融機関からの預金の引き出しが続出する可能性があるということになれば、シリコンバレー銀行のような形というものが世界全体に広がっていく可能性があると思いますが、日銀総裁、大丈夫だろうではなくて、やっぱり危機管理というものは、そうなったときにどう中央銀行として対応するかということについては考えておかなきゃいけない問題ですので、そういう家庭の質問だとか、そういうご答弁をされるのではなくて、どういった影響が考えられるか、そのときに中央銀行としてどういった対応を取るということを今、想定しているか、その点についてご答弁ください。日本銀行植田総裁。お答えいたします。委員ご指摘の米国の債務上限問題ですが、これは委員もご指摘されましたように、現在関係者間で解決に向けた取り組みが一生懸命進められているというふうに承知しておりまして、早急に解決されることをもちろん期待してございます。ただその上で、仮にでございますが、米国債がディフォルトということになった場合には、甚大な影響が米国経済、世界経済に及ぶということは間違いないと思います。まず米国政府の周りでは社会給付あるいは公共サービスの提供が制限されるという影響が発生しますし、それにも増して、いろいろな金融市場で混乱が発生する。これは米国債保有者に利払い等がなされないというだけではなくて、さまざまな金融取引の根幹に担保等として米国債がございますので、金融取引のかなりの部分に重大な影響が及ぶということを覚悟しておかないといけないということかなと思っております。その上でご質問は失礼、そういう場合に日本あるいは日本銀行として、どういうことを考えておかなくてはいけないかということも、含まれていたかと思いますが、それはやや抽象的な言い方になって恐縮でございますが、経済物価金融情勢に応じて機動的に対応するという中で金融市場の安定維持に努めていくという所存でございます。前原誠司君。その金融市場の安定に努めていくということは、それは当然のことだというふうに思いますけれども、その中にですね、もう少し踏み込んで私はご答弁いただきたいと思いますけれども、アメリカの金融機関の破綻などでは、預金が引き出されて、そして結局、破綻をするということになるわけでありますし、今はデジタルですよね。一瞬にして預金が引き出されるといった状況が生まれるわけでありますけれども、そういう意味においてはアメリカが取ったことは流動性の確保と、それから預金保険機構の上限撤廃ですよね。こういったことで安心感を生んで、そして、金融不安を防いだということでありますけれども、そういったことも含めて日本銀行でその単なる抽象的なことではなくて、どういったことを重きを置いてしっかりと不安が広がらないようにするかということについてご答弁をいただきたいと思います。植田日本銀行総裁。一つ例で申し上げますと、シリコンバレー銀行の場合は、流動性の問題が発生したときに、いざというときにアメリカの中央銀行 FRB から資金供給を受けるということが
できる体制にもちろんなっていたわけですが、その仕組みについて十分理解している担当者がいなかった、あるいはどういうふうにしたらそれ資金供給を受けられるということについての理解が十分でなかったというような、やや初歩的な問題もございました。こういう点は日本についてはないように日々きちんと努めておりますし、どういう銀行がどういう担保を、持っていて日銀に受け差し出しているかということも確認してございますので、いざという時の資金供給に問題がないというふうに理解してございます。前原誠司君。問題が起きないことを願っておりますが、仮に何か起きたときについては、日本では今、総裁がご答弁されたように、しっかりと対応できて問題が起きないというような準備をしっかりとしていただくことを、お願いをして、質問を終わります。ありがとうございます。次に、前原誠司君。委員長、国民民主党無所属クラブの前原誠司です。私は会派を代表して、我が国の防衛力の抜本的な強化等のために、必要な財源の確保に関する特別措置法案に対し、反対の立場から討論を行います。我が国を取り巻く安全保障環境が厳しさを増す中、我が会派としても、自分の国は自分で守るため、防衛力を抜本的に強化し、防衛費を増額することは必要であると認識をしています。しかし、防衛費を確保するための財源についての政府の説明は全く不十分であり、財源を確保するためとして提出された本法案について、到底賛成はできません。以下、反対の理由を申し述べます。まず、本法案で確保する税外収入 1兆4750億円のうち、大層を占めるのが外為特会の令和5年度剰余金を前倒しで繰り入れる1兆2004億円であり、これは本法案による措置がなかったとしても、来年度の予算審議を経て、一般財源に繰り入れることが可能であり、今国会で議論する必要は全くありません。他方で、政府は防衛力抜本的な強化を行うための財源の一部として、税制措置を段階的に実施し、令和9年度には法人税、所得税及びタバコ税で1兆円強を確保する旨を閣議決定しています。しかし、本法案において、税制措置に関する事項への言及は一切ありません。なぜ税制措置は閣議決定であり、外為特会の今年度剰余金繰り上げについては法案が必要なのか、鈴木大臣は政治判断を繰り返すばかりで、何ら説得的な答弁はなされませんでした。また、政府は決算剰余金のうち、毎年 0.7 兆円を防衛財源に充てるとしていますが、この決算剰余金の活用についても、本法案には規定がありません。しかも 0.7 兆円は過大な見積もりであり、現実的な額ではありません。従来、補正予算の財源の一部として活用されてきた決算剰余金を防衛費に使えば、その分だけ補正予算編成時の国債発行が増加することとなり、防衛費の財源に赤字国債は当てないとする政府の説明には矛盾が生じます。特に新型コロナの感染拡大以降、主に赤字国債を財源として巨額の予備費が計上されてきた中で、余った予備費が決算剰余金に回り、それを防衛費の増額に流用するということになれば、もはやそれはある種のマネーロンダリングにほかなりません。さらに、政府は歳出改革を毎年2000億円ずつ積み重ね、令和9年度には1兆円の財源を確保するとしていますが、その具体的内容は全く明らかではありません。この歳出改革を担保する規定も本法案にはありません。そして令和10年度以降の防衛力強化資金の財源もこれから探すとのこと、呆れるばかりです。防衛力強化の財源確保は砂上の楼閣だと言わざるを得ません。このように本法案は防衛力の抜本的な強化のために必要な財源を確保するための法案と法律と称しているにもかかわらず、その内容は極めて不完全なものと言わざるを得ません。政府は防衛費を補う、賄うための財源として、税外収入、歳出改革、決算剰余金、税制措置の4つを示している以上、それらすべてを明確に具体化した法案を予算関連法案として再提出し、
来年の通常国会で十分な時間をかけて審議すべきだということを申し上げ、本法案に対する反対討論といたします。